こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。えー、今日は、ちょうど今、シドニー、夏なんでね、えー、食品と化粧品の納品時の注意点、消費期限についてです。えー、夏の間、在庫数は控えめに送ってください、えー。夏のアマゾン倉庫は30度を超える気温になっている可能性が高いです。化粧品や食品は品質劣化の懸念があります。 食品と化粧品の FBA 在庫は1ヶ月程度にしましょう。日本とオーストラリアね、季節が逆なんで、こちらシドニーのね、気温の変化ですけど、まあ、29度、ね、これ最高気温と出てますけど、まあ、実際私シドニーに住んでた時ね、夏の気温40度を超えた日もありました。さらに、ね、配達の車の中はね、もっと暑くなっている可能性あります。 ま、高温でね、えー、品質が劣化するようなもん。まあ、例えば、溶けるようなね、チョコダのアメダのっていうのはもう、扱わない方がいいです。で、それ以外のもね、えー、熱に弱いんでないのかなと思われる商品は、まあ、在庫は少なめに入れて、何かトラブルがあったらね、販売をやめるというふうにしないと、まあ、もし、そのトラブルになる商品の販売比率が高かった場合ね、でその商品だけのおかげで、えー、アカウントがサスペンドに、えー、なってしまう危険がありますんで、 夏の間、食品、化粧品は慎重に在庫を入れてください。ちなみに、どこの倉庫で、ね、温度管理されているのかということなんですけど、まあ、おそらく世界一品質に厳しい、ね、消費者がいるのは日本なんで、まあ、日本の例で調べてみました。まあ、日本アマゾンで、ね、温度管理正直してるのかしてないのかわかんないと。 ま、してる倉庫もあるけど、全部してるわけでないだろうなと思われるんで、ま、オーストラリアの場合ね、これ、なかなかはっきりと、ここなら大丈夫というのを見つけるのは困難なんでね、この商品を扱ってますと。で、全体の販売量これぐらいですと。いうのでね、また不安であればご相談ください。ちなみにこれね、日本のアマゾンのセラーセントラル、え、摂氏10度から49度、ね、これも、 かなり幅って49度って言うとね、まあ、ほとんどの食品やばいですね。えー、っていう気温まで上がる可能性があります。日本の場合、これ2019年、ちょっと古いですけど、日本の状況ですね。で、これあの、作業員が熱中症にかかったという記事がね、えー、割と Yahoo ニュースターのいろんなニュースで、えー、夏の間流れてるんで、まあ、これ多分かなり信憑性の高い状況、ねで。さらにチョコレートとか、 気温が高いと溶けるものは、アマゾン倉庫5月1日から9月30日は受け付けない、または破棄されるということなんでね、えー、まあ、間違いなく、チョコとかは危ないですで。別な情報だとね、温度管理されてますと書いてあるんですけど、これね、派遣会社の記事なんで、おそらく、まあ、用意記事というかね、そういう倉庫もあるというのをね、えー、大丈夫ですと書いてる可能性が高いんで、まあま、あんま信憑性ないなと。 一方これね、2015年にアマゾンは自分で売るワインについては、えー、ワイン約5000点を常温を管理すると出てますけど、まあこれ何しろ2015年の、えー、記事でね、その後2019年に先ほどのようなね、49度まで行く、えー、状況であるという記事がありますので、おそらくそれほど温度管理されている倉庫っていうのはね、えー、ないというふうなことが予想されます。 日本でそのありさまなんでね、オーストラリアは多分、より一層、えー、温度管理なんかされてないと思った方が、えー、正解に近いと思いますんで、まあ、温度大丈夫かな、これと。ね、あるいは食品とか化粧品やってますという方はね、えー、在庫の方をチェックして、まあ、もしこれ在庫どうしようかなという迷った部分があれば、お気軽にご相談ください。お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。